面白いのは、例えばあの各あの治療医だってその、まあ、毎日はないけど、だいたい週2回行ってるところとか、まあ週1回とか、2週間に1回とか、まあ1ヶ月に1回とか、いろいろスパンが違うわけよね。いろんなお客さんおって。例えば2週間に1回とか、1ヶ月に1回とかいうスパンやっと、間が空くでしょ。それで、例えばその日行ってつい2週間後行ったと、例えば1ヶ月後行ったと、なるとまたこレベルがダウンしてるわけよ。 ところがころれやりだしてからああのテラファート使いだして使うっていうのは僕は自分でやるわけよ、はい、あの持っていったわけじゃないよね、うん、そ,のその本体は持って行ってこんなんしませんわなん、はい、じゃそらとか言われるしいちいち説明するのもめんどくさいし <laughs>、はい、そこまでもう自分をまだもう一つこううんええー、けどまだ分からんなっちゅうとこやったからねで試したるかいっちゅう感じでやりだしてまず自分使おうかとまず自分やわなやってみてバランスもいいしなんとなくこう、うん、調子もいいしでさらにね 面白いのは、まあ、自分が使ってるんだけど、はい、おそらく、その。自分自身のハードも変わるんだよね、これで。本<ー>と、今まで使わなかった時と、使い出してからっちゅうのは。うん、例えば、二週間経つ、一ヶ月経つ。あんまり、こう、レベルダウンしてないよ、ね。相手が。患者さん自体も。患者さん自体も。<ー>俺もそうやけど。はい、お、ちゃうなと、あ、要するに、安定していけるわけや。<ー>あ、これはおもろいよ、思って。<laughs> なんかやっぱりアンバランスなものに対して違和感という形でいやなんか今までこれええな思っとってもなんかちゃうなとこっちがええなっちゅうその感覚で従っていくとそういうのが、ま、研ぎ澄まされんねあの,あのゼロやからあ,そかそかあ、ま、いや公平や客観的に見れるわけやから俯瞰してそれぞれが適度な距離感を置いて必要な時に混じるようて終わったらまたそっといくとでもそれでも何やな。 ワンネスってその一体感でみんなつながってるいのわかるから孤独にならへんのよそういうのも出てくるねゼロジバからまずそこや精神的に安,安定しよう,うこれが大きいかなテラファイト何が大きいってだからテラファイトの一番の俺は効果はそこやと思う精神的に、まあ、バランス取れることはそういうことやわ嫌なこと自分にとって嫌なことやからまた違う他人にはまた違うかもしれないだからそれ押し付けたらあかんの、はい 私よくてもこの人また違うかもしれんしいやいいかもしれんしいろんな人おるけども個性ずみんな違うからでもねあの自分にとってええことやっていきゃいいんだよで自分の好きなことだけやっていきゃいいんで、うん、いやわがままや違うと満足したらいけずせんよになんねやとここ大事みんなあの自分勝手なことやりたくもうむちゃくちゃなるんってみんな言うんやけど違うねストレスなくなるからでだってライオンとかトラでもあんたお腹いっぱいの時人襲わへんねん<ー>やろ いろんなものを例えばお歳暮でバーッモてみおこれって帰れやとなるやろいっぱいになったらまずだからまず自分が満足せなあかんわなただもう丸投げはあかんでわ <laughs> かるな何でももう依存心100%やったらはっきり言って効果ないただれはもうあらゆるハードグッズに言えることやねただただテラファイトは全く信じなくても こんな,なんて否定しててもこれはどんな人でも効果出るわこんなグッズはないわ仕事からもいろんなグッズを試してくれてまあまあい,いやサンプルでもらうんやけど信じたらそれなりにほんで言い悪いじゃないとそれにゃやっぱ相性やから合う合わがあるから合うのやっていけばいいんだけどあのー、やっぱりそれでも信じなかったら効果ないんだよねでも信じなくても効果出るのはテラファイトだけやね そ,こ <laughs> その部分においてはね、うん、体幹でも体幹をこうバランスとるってう大きいからね,ねノハウノハウをそのいい状態にしていくっていうのも大きいからゴールド、はい、ゴールドのやつとあのシルバーとこれ両方これ片方だけでも効果あるんだけどこれ両方合わさるとどうも俺の感覚では線の固定概念がほぐれていくような気がする、えー、大きいよなこれ。いいや、やや大きいです。あれ、二つ一緒にこうやって,やってもいい いや、別にかまへんねんけど、うん、俺はまあ,あの最初は一緒一つつけておったんやけど二、はい、つつけてるといろんな効果出てもどっちで効いたのかわからへんや今だから外出る時はこれつけて、はい、金の方ゴールド、うん、ほんで家でおる時はあのシルバーに変えてるわけだけど何やろなこの二つの効果っていうのはおそらく線の固定観念を変えていくだからそのいいことだと言って例えばあのプラス思考プラス思考っていう言葉も本当はよくないんやけど、はい まあ自分の好きなことをやろうとしても今までの慣習があって例えば右利きを左手に利きに変えるようなもんややっぱり努力いるやんかなかなか難しいんやところが楽しくなると周波数が上がるんやねこれあの量子力学でもプランクテ数言うてこれもうはっきり言うて周波数とエネルギーはあの比例するからだからあ嬉しいわおもろいわ大きくしてるとこう周波数が上がる当然エネルギーが上がってくるホスト 右利きを左利き変える時エネルギーいるんやけど、ね、パッと意外と要因できるでように<ー>なるんだよな。ないだろ俺別にあのここ別に宣伝するんじゃなくて実際使ってそう思うからさ。